も知らない世界。今駐車場止めて今からの富谷食堂行きたいと思います。どこなのね、結局その空港はあの近くなんかな。結局終わらなかったな。空港あっちゃうと思いますよ。やっぱ向こう、こんなとこまで歩いてきてた。みんなまあまあ遠いでですよね。うん、遠いと思うな。それぐらい空港が広かったんじゃないですか。いやでも遠ない。遠いっすよね。車で5分って言ったらまあまああるで。まあ歩いて15分か20分と思うけども。これはちゃうやろ、これは関係ない。その記念碑があるの。これここは食堂ですよね。こっちは食堂やけど、あちっこれそう、あロケ地じゃん、これだから。おこれだからロケ地じゃん、だからそこやろ、うん、これただのこんなんなかった、なかった。いやお前来てないやろこんなん。来たっすよ多分。食堂、いや来て僕は近いイメージだったんですよ、富谷食堂みたいな。あ、そうなの。こんなんはなかったっすよ。これ映画のだからロケ地やからやろ。あ、そういう。知らんけど。ロケ地やからじゃん。これでも。え、こんな あそことのところとかありました映画で。知らん。橋みたいな。覚えてない。そこまで覚えてないけど。何がどうなってるの。ライオンズクラブ。あ、あるあるやん。あるあるやん。そうなんです。ああいうとこ金出すやん。あとお金持ちばっかりやん。ライオンとかロータリーとかな。こんなのありました、映画に。これは関係ないんちゃうかな。これ平成17年やから、もうそんな映画撮って終わってるもん。ね、今何やった、長浜さんやった、じゃあ富谷食堂行ってきて、でまああの映画の言ってたのがほとんど、まあ見てないか分からんわな。分かんない。見たら分かるけど、あこれ書いてること全部あの映画に詰まってたんで、まあ思わず私もうるっときましたけど、やっぱりあの、うんうん、思い出してね。でまあなんとあのその慰霊碑がね、どこに富さんが作った慰霊碑がどこにあるか聞いたらさっきやったとこだったと言うんで二人とも言ってんけど、よく分からず手を合わせて出てきたんで、ちゃんともう一回あのそこに、手を合わせに行きたいと思います今から。なんでもう一度再度今やってきました。うん、これが最初できた方ですよね、左。そう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 、最初。じゃあれかな。でだんだんちゃうんじゃん。新しくなって、でも観音さんやったの。でもな、でもあれっぽかったな、写真見たな、うん、写真最初の方があれっぽかったな。なんかよく分かってない。そうそう、これがだから今観音堂にこれがかかったね、これね。でここにトメさんがもう死ぬまでずっと毎日来てたやろ、うん、最後は車椅子でね、うん、けだっていう。全部桜。これでも桜やね、これでも桜やね、うん、あれかもともとな、写真で言うとこれやな、もともとこっちやな。あの後ろがなかったっすよ、あったかな。いや分からんな、でもここだとだけやな。ほんでこれが立派になってんね、なんか言うと今。そうそう、入ります。立てるの難しいっす。初めやった、よくつきました、ね、重いよな、重いよ、重いのだけや。うん、この人らの上立ってるからな。そうですね、せいで。こんなな、平和にはこんなことで酒飲めるもの全部こんなおかげやで、ほんま。で、なんやろな、ちょっと説明がないから分からんけどな。まだま、これまたどこな、前見たら省いてるわ。また映るやろ。映ってるです。もっとなんとかな、剥げばいいよ。
なこれ戦場のことかね。向こうはだから向こうは向こうで見なかったんじゃん。あれトメさんのまだあるんじゃん。あれちょっと回ってみますか、うん、後で。これはこれで